彼女はまるで上空からこの世の中を見下ろしたことがあるかのような言い方をした。部屋のカーテンの色を変えるみたいに高層ビルを並べ替えてみたりしたいって思ったことあるでしょ。いつの頃から人は言葉にばかり頼るようになったのだろう。タンポポはそんな疑問を俺に投げかけていた。おい、なんだよ。おい、お前、こんなとこで脱ぐなよ、お前。おい、あ、おい、この服どうすんだよ。別れたくないとかやり直そうとかいう、そういう言葉がタンポポの口から出ることが考えられない。かくまって。かくまって。人間がクロマニオン人から進化したことは知ってるから。我々新人間は人間と見た目はほとんど変わらない。ただ足の指が6本なんだな。そういうこと。なんか信じらんの。いや、信じろっていうのは。こうしてタンポポたち7人と俺の奇妙な共同生活は始まった。僕は言ってる場合じゃないんだよ。どうかしたのか。いや、なんでもないです。俺の前を出すんじゃねえ。あ、すいません。いや、そうじゃなくてさ、今度同じことを繰り返すよ。命の保証はない。気が散るだけじゃない。僕は辛いのが好き。それ以上言うと切る。来る。ちゃんとノックせんか。面白いとは思うよ。彼女の神経が持つのはあと30秒。狙われてて角間とかいう話じゃなかったっけ。何か君は守り族なのか。3分間だけ会えてしまう。3分いる。よろしくね。もう彼らの言う新人間とかいう話が本当であれ嘘であれ、そんなことはどうでもよくなっていた。今確かなことは、彼らが間違いなく俺にとって味方でいてくれること。そう、ボタンの弟は敵の赤目に殺されたみたい。この探知機は割り切れない π の公式を常に計算してるんだ。その答えの数列の波が時空の歪みのリズムに同調し始めてる。そうだな。あ、そう。たった一人の女の子のためにタンポポは表現したのだ。そこには俺の描く漫画なんかよりよっぽど愛があった。どれぐらいだ。
かな。なあ急いで楽しめー。